けるんではないかっていう人の意見が結構分かれてるような状況でした。あ、まあ、このあたりはさあどういうふうに展開するのか、まあ、まさに神の溝を知るというところですが、さあいよいよフォーメーションラップが始まりました。14時10分フォーメーションラップ開始となります。このあと1周フォーメーションラップを終えてグリッドに着きますとレーススタートということになります。果たして開幕戦を制して今シーズンまずは最初のリーダーになるのは一体どのドライバーなのか。さて石浦さんにこの今日のですねレース解説をしていただくんですが、周回数は41周もしくは最大時間が75分というレースになりますけれども、まあ、富士スピードウェイ 4.5 キロのこのコースなんですけれども、今回まあオーバーテイクだったりあるいはまあキーポイントになるコースの場所というのが一番富士スピードウェイは、そうですね、今ちょうどあのセクターが出てると思うんですけども、セクター2というハイスピードな区間とセクター3 の, あのテクニカルな部分があって、まあセッティングをどっちに合わせるかっていうのはすごいこうやってると悩みどころなんですけれども、まあ実際予選からまあウイング寝かしてる車とハイダウンコースで走ってる車結構戦略分かれているので、なるほど、はい、決勝でもその差が出てくるかもしれないですね。ただ雨がこの後降るかもしれないというとダウンフォースというのは欲しいんじゃないですか、ドライバー的には。そうですね、なのでフリー走行からなんか普段の感じよりも、まあ、前車比較的、ウイングが特に重めっていうやつですかね、はいはい、結構ウイングが立っている状態のセットアップを試しているというのが多かったです、はい。先ほどデータで入ってきましたのは気温が17度、路面温度が19度ということで、まあ、昨日の予選を考えるとかなり低めの、まあ、路面温度かなという感じもしますが、昨日はでも路面温度は結構上がって気温も上がったんですが、意外にタイムが伸び伸びせんでしたね。そうですね、あの今回サポートレースも結構あるので、あの予想以上にコンディションが上がっていかなかったっていうところで、各チーム戸惑ってる人も多かったように見えます、はいはい。7番手グリッド平川選手のところに来ました。平川選手、はい、ここまでどうですか、ちょっと苦戦してますか。まあ、苦戦はしてないですけども、まあ、うまく走れてない感じはあって、まあ、決勝は自分のレースしたいなと思ってます。追い上げる平川選手を見たいですはい、頑張ります。頑張ってください、はい、ありがとうございます。以上です。さあ今回はドライタイヤ、スリックタイヤからスタートした場合、レース最後までスリックで行く場合は一度タイヤ交換をしなければいけない義務があるんですね。ただウェット宣言というふうにレースコントロールが宣言をすると、その後ウェットタイヤを使うことが許されるんですが、ウェットタイヤを一度でも履けばその交換の義務というのはなくなってしまいますから、まあ、ここを本当にドライドライで行くのか、ドライからウェットに行くのか、前半でドライドライにするのか、はい、後半にドライドライにするのか、これまた本当にいろいろ分かれてきますよ ね。 そうですね、ドライドライウェットにしちゃうとものすごいこう損してしまうので、そういうことですね、はい。さあ本当に先が見通せない、そんなレースになります。2021年の開幕戦富士スピードウェイで2009年以来の開幕戦ということになります。その開幕戦を制するのはフロントローからスタート、ここまでスピードに陰りを見せない野尻智樹なのか、それともイケイケの若手大井俊樹のフロントローからスタートをするドライバーたちなのか、それとも中段後方そういったドライバーが逆転を飾るのか、まずはスタートに注目しましょう。まあ、開幕戦のスタートですからアクシデントが起きないといいですね。そうですね、ドライバーからもあのタイヤに熱が入りにくいっていう無線が入ったりしてたので、はい、1周目ちょっと注目ですね。はい、さあレースは 187.083 キロ、41周最大75分の決勝レース、全車グリッドロックオン確認されますとグリーンフラッグが振られます。最高列グリーンフラッグが振られました。シグナルに注目しましょう。レッドが1列、2列、3列、4列、オールレッド、ライトアウト、今スタートになりました。さあ野尻か大湯か、野尻か、いや大湯だ、大湯だ、大湯がいいスタートだ。野尻若干出遅れた。そして後ろからは笹原右京が野尻のアウトサイドから来ようとするんですが、いやーしかし1コーナーで行き過ぎたようにも見えましたが、大湯どうか。外側に今逃げているドライバーもいたんですが、ホールショットを取りましたのは DCS 中島レーシングの大湯俊樹。さあそしてちょっと動きがおかしいドライバーがいるんだが、ああ平川ですか。ウィングが壊れてるかもしれないですね。そして1台コカ・コーラコーナーでコースオフは中島だ。中島和樹も混乱に巻き込まれているようです。
先頭は現在 GR スープラコーナーからこれからパナソニックコーナーに入ってきますが、フロントロースタートの大湯俊樹がまずは先頭、そして2番手におっと、そして今 GR スープラコーナーでわずかに接触がありましたでしょうか。1台が今 KCMG のマシンなんですがスロー走行があります。さあ先頭が戻ってきますが、やはり開幕戦ちょっと先が見通せない難しいコンディションではあるんですけれども、スタートが切られたスリックタイヤでのドライレース、2番手には野尻智樹、3番手には福住二玲、4番手には笹原右京、さあそして5番手以降が順つなぎになっていくところで、ここで坂口瀬那、いや坂口瀬那ではなくて38号車の坪井翔が上がってきています。坪井翔が今大津の後ろから、さあ並べるか、TGR コーナー1コーナーから今並びかけようとテールトゥーノーズコカ・コーラコーナーへと入っていきます。いやー坪井選手はいいスタートを切ってますね。そうですね、1コーナー曲がる時にはあのチームメイト同士でサイドバイサイドだったんですけど、坪井選手が前に出て行ってますね。はい、そしてそれに時おーっとここで並んでいる、アドバンコーナーで並びましたのは坪井翔、ここで大津を捉えまして1つ順位を上げる、さらには国本雄二が今度はまた大津を狙っています。大津ちょっと車にダメージがありましょうか、フロントウィングが左側が上がっています、めくれ上がっている。さあさらには今1台行ったのはカーナンバー20番の平川ですか、19号車が先ほどそうするとダメージがあったんですかね。はい、平川はどうやら生き残っています。19号車の関口にどうやらダメージがあった模様です。大変失礼いたしました。さあそして先ほど20号車も接触という情報は入っているんですが、はい、15号車と20号車が接触ということで、どうやら大津のリアウィン、フロントウィングが曲がっているのは平川との接触の影響ということのようです。ああ大津はちょっとフロントウィングが脱落しかかって、これはピットに入るか、レッドブルのマシーン今ピットロードに進めます、マシーンを進めます。大津平川との接触がありました。平川でもタイヤのダメージは大丈夫ですかね、ちょっと場所が心配ですよね。そうですね、そしてあの1周目のストレートでオーバーテイクを使った選手は次の週のストレート使えないので、結構順位が入れ替わりました、はい、今回200秒のルールということでかなりの時間このオーバーテイクシステムは使えるんですけれども、使いどころこれ考えなくてはいけないですね。そうですね、焦って使ってしまうと次の週押せなくなってしまうんですよね。はい、さあこの辺りもいろいろ戦略が必要になってくると思います。レースは現在3周目、レースは現在3周目に入っていますが、関口雄一選手が今大津選手に続いてですね、今度はピットに戻ってきまして、右のリアタイヤがパンクしているという話です。さあそしてどうやらこのブラック&ゴールドの19号車と大津選手が接触したということに情報が訂正されています。まあ、20号車と19号車は同じカラーリングのマシンですからね、オフィシャルの方からの連絡と、そして今確認をされた情報を、まあ、総合しますと19号車と15号車、関口選手と大津選手がどうやら接触があったとスタート直後そのようです。さあ先頭が戻ってきます。カーナンバー64番の通過をしていきました大湯俊樹、いやーしかしスタート、まあ、見事なスタートを見せまして、ここまでまあフロントロートップからのスタートの野尻選手をまんまと走れてきましたね。そうですね、あの昨年から大湯選手すごい元気のいい走りしてるんで、はい、このままこれ逃げちゃいそうな勢いがありますので、さあそして今ちょうど TGR コーナー1コーナーでこれ絶対に負けたくないお互いライバル同士じゃないですか。宮田理智と坂口瀬那がサイドバイサイドでコカ・コーラコーナー、坂口瀬那が宮田に一旦トップ、その前を奪われたんですが今奪い返しましたね。この2人はカート時代からずっと戦ってますからね、はい、もうお互いまたお前かというような感じでね常に横を見ると今お前がいるなみたいなぐらいのライバル同士なんですが、さあその同世代のルーキー同士が今サイドバイサイドのバトルを展開しています。37号車39号車、坂口瀬那はこれで、まあ、レースとしては3レース目というか3戦目なんですけれども、初のレース決勝レースということになっていますね。そうですね、あのスポットで出た1回目のレースが、はい、中止になってしまい、2回目のレースはフォーメーションでちょっと失敗があり、はい、スタートできれば初めてのレースということだったんですね、はい、スタートできれば初めてのレースということで、はい、今のところ記録更新中という、はい、坂口瀬那選手なんですが、スタートで出遅れた分今、取り返してきているという状況です。さあレースは5周目に入っています。ちょっと順位を確認しておきましょう。現在トップは64番の大湯、2番手には野尻です、3番手には福住、4番手には笹原、5番手には坪井が上がってきています、6番手平川が少しずつ順位を取り戻してきています。7
7番手は国本、8番手に山本直樹ということで、山本直樹はかなり後方のグリッドからスタートだったんですが、シングルまで上がってきています。9番手に坂口、10番手には宮田理とも、11番手に山下健太も上がってきています。12番手にはタチアナカルデロ。さあスタートのリプレイが出てきました。さあ石浦さんにちょっと解説していただきたいんですが、スタートどうでしょう。はい、上位陣は比較的大きな失敗なく言ってましたね。この1コーナーも外からかぶせる車はしっかり真ん中の車が見えているので、ここでの大きな接触はなかったように見えますね。はい、その後のコカ・コーラコーナー、あるいはヘアピンのところでいろいろ混乱がありましたね。そうですね、実際走ってる体験からすると、前の車の乱気流で中段以降はもう全くグリップがなくなるので、そこでコントロールちょっと失うとすぐ横の車と接触するということがよく起こります。はい、本当にダウンホースをかなりこのウィング、それからいろいろ仮面の気流でねやっているダウンホース頼みのマシーンですが、もうすでにこれちょっとパンクチャーをしているのが今右側、選手が先にパンクチャーしてましたね。はい、その横を平川選手が抜いていったというリプレイの映像です。さあレースはまず序盤、この序盤の位置、そしてこの後ドライコンディションにかけるんであれば、レースまずはピットインのタイミングが最初ですね、トップの先頭車両が10周目の第1セーフティーカーラインを到達した時点からということになりますから、まだ現在は6周目ですからタイヤ交換はこれカウントされない時間帯ということになりますが、どうですかねこれ本当に。そうですね、まずだから第1の注目ポイントは、10周目の終わりに訪れるそのタイミングで動く車がいるかどうかですね。石浦さんが監督というかドライバーというか、戦っている立場ならばですけれども、はい、やはり後方からスタートしたチームの方が、かける意味ではやっぱりその選択ってやってきそうですか。やってきそうなんですけれども、もし上位にいたとしても、勝ちを狙うんであれば、そこでドライにかけて入ってしまうっていう手もありだと思うんですよね。なるほど。ということは今上位を走っていていいポジションにいるドライバーにとりましては、より勝ちを確定させるためには早めに入っておいた方がいいということなんですね。そうですね、特に富士スピードウェアはダウンホースちょっと少なめで走るので、はい、タイヤのグリップが落ちてきたときにタイムが落ちやすいコースになるので、はい、ピットインしてタイヤを変えて最初の10周ぐらいはかなりいいペースで飛ばせるので、なるほどなるほど、そうするとアンダーカットといってこう前に出れる可能性が高くなります。さあまずはその10周目までとにかく今全力でプッシュをしなければいけない、車は重い状態なんですがプッシュをしなければいけないということ、これはとにかくですね、その10周目、そこでですねどういうふうに動くかによってまず各チームの戦略が見えてきて、その戦略が各チーム見えたところで、じゃあそのライバルたちはあそこはああいう戦略だからうちはどうするっていうところも含めていろいろまた考えなきゃいけないポイントですよね。そうですね、雨の予報あったんですけれども、はい、多く降るような予報じゃないんですよね。なのでそうするとパラパラ来てもステイした方が得だったりする可能性もあるので、こう動くタイミングってすごい難しいですね。さてここで上空からパラパラっと今雨が落ちてきたという情報、グランドスタンドもちょっとお客様が、屋根のある方向に移動を始める方も出てきましたね。いやこれさあどうしますかね。ウェット宣言が出ないとウェットタイヤは履けませんし、路面もまだ乾いている状況が長く続くんでしたら早めにウェットって言ってもブローアップしちゃうだけですよね。そうなんですよね、実際結構乾いている状況でウェットタイヤ履いたことあるんですけど、はい、その状況では一瞬でタイヤがボロボロになってしまうので、かなり濡れるまではドライタイヤで頑張るしかないんですよね。さあ今画面で捉えているのはカーナンバー20番の平川選手、その平川選手が坪井選手、を追っているというこのバトルですね。平川選手が今ゆっくりと頭の上グリーンライトが点灯していますけれども、このグリーンがゆっくり点灯しているのはその前にですねもうオーバーテイクシステムを使っていて今は使えない状態を意味しています。さあ坪井選手、これオンボード映像の平川選手なんですが、前を走るのが坪井選手なんですが、さあ今ステアリングの動き、車の動きなんか見てどうですか、何か感じるところはありますか。一周目さん、はい、実は朝のウォームアップで、前車平川選手のタイムに注目してたんですけども、はい、それはペースが一番良さそうだったんですね。なので30分間ほとんど走りっぱなしだったんですけども、ロングランをして、はい、ずっとタイムが安定しているどころかタイムが上がっていくような
ガソリンが減るとともに上がっていくようなロングランを見せてたので、はい、かなり各チーム平川選手のペースを警戒していました。おというと今この決勝でじわじわ坪井選手を追い詰めてさらに前へ行くっていう、これはもう当然その30分のフリー走行のところで分かってきていたというところもあるんですね。じゃあね、そうですね。なので、まあ、今お互いの車がチカチカしているので、同時に押したんだと思うんですけど、はい、この押すタイミング、オーバーテイクを使うタイミングが、まあ、うまくいくと平川選手が前に出てしまうので、坪井選手としてはかなり今警戒しながら押してますね。さあ平川選手のかなり調子、車の具合も良さそうだということなんですが、そしてこれダンロップコーナーで平川が飛び込んでくるんじゃないですか。飛び込んできました平川亮、やはり坪井を捉えていきました。周回数9周目ダンロップコーナーで見事にオーバーテイクしていきます。いやー、狙いすましていきましたね。そうですね、あそこでいけるってことはヘアピンの立ち上がりでもかなりトラクションうまくかけられたと思うので、はい、車の調子もいいと思います。まあ、非常に加速伸びがいい感じでこうスーッと近づいて綺麗に入っていきましたね。いや、これは平川選手、さらに今度は前を行きます。今度は笹原右京選手に一気に迫ってくるというレースも見えてきました。さあリプレイです。いやー、もう坪井選手もギリギリまでなんとか寄せていったんですが、もうなすすべないですね。あそこまで頑張ったんですね。まあ、インから来るのは読んでたんですけど、はい、もう1台分しかないところに入っていきましたね。それぐらいもう加速で横に並んでいたんですね、平川選手がね、はい。さあ平川1つポジションを上げて周回数10周目に入っていきました。さあここが1つ勝敗の分かれ道になります。10周目先頭の大湯、後ろは16番の野尻智樹、トヨペット 100R を抜けましてアドバンコーナーヘアピンに入ってきています。その差はじわっと縮まってきました。入れ替わりました。トップが入れ替わって再びまたオーバーテイクシステムをずっと使っている。そして TCS 中島レーシングはこれは山本を入れますか。山本の準備がされているようです。さあ野尻選手は前に出ることに成功しました。トップ入れ替わり、周回数10周目のダンロップコーナーでした。どうやらドライコンディションのままチェッカーだと踏んでかけてきました山本直樹。 TCS 中島レーシング、いやー、しかし左のリアタイヤが時間かかっている。左のリアタイヤが時間かかっている。タイヤが外れてないのか、それともうまくジャッキ、ロスタイム。
先頭は野尻智樹に代わりまして2番手大湯俊樹、3番手には福住二玲、4番手には笹原右京、5番手には平川亮というオーダーでトップ5、6番手には坪井、7番手に国本、8番手には関口、8番手には坂口瀬奈、そして9番手に宮田理智ということで、今現在はですねレースの12周目まで入ってきています。さあこの段階で今16号車そして64号車ステイアウトをしているということはやはり雨を警戒していると考えていいですか。そうですね、雨を警戒して引っ張るんですけれども、逆にこのままずっと引っ張っていくとガソリンが軽くなった状態で、フレッシュタイヤを履けるので、そうすると最後に飛ばせることになるので、はい、その時にバトルが増えるので、その時までオーバーテイクをなるべく温存している人も多いと思います。200キロのその、まあ、猶予をしっかりとまだ残しておくと、そうですね、残しておくということですね。さあでもこれ大湯選手なんですが、今かわされた後なんですけど、みるみるうちに野尻選手はこれ大湯選手を置いてきぼりにしていますね。その差は現在1秒548までコントローライン通過時点では広げてきました。野尻選手の走りはご覧だとどうですか。昨日の走行からずっと野尻選手セクター3すごく速いんですよ。はい、で朝のフリー走行ではそこまで飛び抜けてるわけじゃなかったんですけど、今走りを見るとセクター3で全くオーバーステアが出てないので、かなりこれはタイヤの落ちも少なそうだなっていう感じです、まあ、石浦さんがよくねリアタイヤがこうしっかりセルボインギングの車も結構リアがちゃんとあるじゃないですか、はい、そうですね、非常になんかそれのように安定してますよね車の動きはね、はい、今見ると大湯選手の方は立ち上がりでもちょっとスライドが多いので、リアタイヤがちょっと厳しくなってきそうなんですね、はい、前を追うというよりはちょっと後ろをこれから警戒するようなレースになってくるのかも分かりません。大湯俊樹、さあ周回数は14周目、トップから4台、ここまでが今ホンダエムテックエンジンということになるわけなんですが、5番手には、まあ、昨日は予選でトラブルが、ね、最終ラップに出てしまったということで、ちょっとそのトラブルがなければ、まあ、トヨタ T、 ここはまだやってますか、このライバル同士、宮田 VS 坂口、今度は宮田が前に出たか、 TGR コーナー1コーナー宮田理智が前に出た、坂口すかさずまたオーバーテイク、お互いオーバーテイクシステムを使ったまんまコカ・コーラコーナー宮田が前、8番手9番手争いです。まだ続くか、トヨペット 100R では今度は坂口瀬名がクロスラインを取れるように今ラインを変えてきましたが、アドバンコーナーでは宮田が抑えます。これレースチェッカーまでこのまま行きそうな勢いですね。そうですね、予選でも本当に千分台の戦い2人でやってましたね。そうでしたね、はい、まあ、いい意味で本当に永遠のライバルという言葉がよくあったりしますけど、本当にもう生まれた時からカート時代から永遠のライバルは彼らお互いに分かっているのかも分かりません。さあクオバンテリンティームトムスの宮田理智が8番手に坂口瀬奈を捉えまして浮上してきています。レースはまだ41周の中で前半戦ということになるわけなんですけれども、すでに10周を過ぎたところで、まあ、このままドライコンディションでいくだろうと踏んでドライタイヤからスリックタイヤからスリックタイヤのチョイスをしてきたというチームもありますが、まだほとんどのチームがピット作業を終えてないというところですね。まだ2チームしか、現在はそのですね、作業を終えてない、義務を終えてないということですから、まあ、やっぱりまだちょっと天候に対しての不安を抱えているチームが多いんだろうなという感じではあります。
さあ画面は現在トップを行きますカーナンバー16番の野尻智樹ということになるわけなんですが、現在大井とのその差は2秒まで広がってきています。2秒まで広がってきました。依然として本当にわずかではあるんですが、上空から雨は落ちてきているということなんですが、まあ、路面を濡らしてグリップがなくなるような、そんな雨の量というわけではないですね。例えばですけど、まあ、まだまだ降ってきていないのであくまでもということなんですが、石浦さん、はい、こう雨が降ってきて路面が濡れ始めてどこぐらいまでこうドライバーは我慢できるものなんですか、今スリックタイヤを走ってて。基本的にドライバーは無線でもう無理もう無理って言うのが普通なので、無線でね、はい、そうですね、はい、そこをチームがなだめるという。なるほど、はい、ドライバー的にはもういつでも変えてほしいって言うんだけど、ドライバーじゃないチームの方は冷静にもうちょっと頑張ってみようみたいな。そうなんですよね。ウェットタイヤに変えてもドライタイヤよりは15秒から20秒近く遅いタイムになるので、はい、そうすると濡れててもドライタイヤでなんとか踏ん張った方が意外と早かったりするんですよね。なるほど。さてここで今ファステストラップが塗り替えられました。カーナンバー1番の山本直樹がファステストラップ1分23秒426現在17番手を走っています山本なんですが、現在ここでファステストラップをマークしてきています。まあ、確実に路面のそうすると状況っていうのは良くなってきている感じはしますかね。そうですね。そして山本選手前の週でオーバーテイクを使ったんですけど、はい、309キロ、のストレートスピードが出てましたね。300もしかも9キロまで、ちょっと今週多分見た数字で一番伸びてますね。いやーということはその、まあ、ウィングの角度だったりとか、はい、いろいろな車のセットアップとしてはかなりレスダウンホースって考えていいんですかね。で攻めてるのかもしれないですね。いやーウェットのことは一切考えてないですね。じゃあね今の週もまた300キロ超えてるんですよね。はー、まあでも彼のグリッドからするとそれぐらい勝負していかないとちょっと、はい、今回は勝負権がないかなっていうような、まあ、週末通じてかなり苦労してましたもんね。今、まあ、チームの失敗があったんですけど取り返そうともう全力でプッシュしてますね、はい、おっと。そしてここでメインストレート KCMG のマシンの横に並んでいったのは宮田智。さあ先輩の国本雄二を捉えて TGR コーナー1コーナーまでで前に出ました。宮田智が前に出ます。国本を捉えました。これで7番手浮上。宮田智選手ここへ来て何かこう落ち着きを取り戻して徐々にいい走りで、そうですね、公式テストから富士のテストすごく宮田選手上位にいつもいて、はい、安定したペースで6ラップしてたので決勝馬の感じもいいのかもしれないですね。そうですね。トムスデー、まあ、昨日中島和樹選手がトラックリミットで順位は落としましたけど感じは悪くなさそうでしたもんね。トムスチーム、ね、はい、トヨタ勢の中でも常にトップレベルのタイムをいつも出してますね、はい。まあ、昨年はその、まあ、ルーキーとしてデビュー戦スポット参戦ではありましたが岡山では、ね、Q2 ではトップタイムを出すなど、いきなりスーパーフォーミュラのデビューでトップタイムを出しちゃうんだって、あれ石浦選手も一緒に走ってましたから、はい、何してくれんだよっていう感じなんですか。そうですね、ちょいちょいちょいっていうなんですね、うん、何目立っちゃってんだぐらいの、はい、まあ、でもそれぐらいもともとカート自体もそうですけどミドルフォーミュラでも、ね、圧倒的な速さを見せたり、やっぱり素晴らしいドライバーですね。そうですね。さあそんな宮田選手が少しずつ順位を上げてきているところも楽しみですし、坪井選手もこれ宮田選手が上に上がってきているのはちょっと警戒した方がいいかも分かりませんが、ただギャップとしては6秒ぐらいまだありますかね、坪井選手と宮田選手。ただラストラップだけで見るとほんま6秒ぐらい宮田選手の方が坪井選手よりも速いですかね。さあ39番の坂道世良選手、今ここで国本選手の背後にピタリ張り付きました。国選手がちょっと苦しそうな、そうですね、ここへ来てスタートではうまくポジションを上げていたんですが、ペースが進むにつれて少しずつちょっとペースが上がりにくいような状況ですが、やっぱりハンドリングが変わってきてますか。少しそうですね、これぐらいの20周前後になってくるとどれくらいタイムが落ちてくるか結構各社によってばらつきが出てくるので。そうなんですね、はい、落ちない車は全然ラップタイム落とさないんですけど、はい、急激にグリップ失ってくる車も出てくると思います。あ、このまあ横幅ワンメイクでは争われているタイヤで全てまあ同じスペックで作られているはずなんですが、さあ山本直樹が今カーナンバー14番の大島を捉えました。今メインストレートで大島を捉えていきます。なんかストレートスピードが全く違いますね。そうですね、すごい余裕で前に出た感じですね。はい、さあこれで今大島和也を捉えました。1号車の山本は16番手にリカバリーしてきています。310キロ出てます
伸びてますね。今日のスピード選手権は山本直樹が1位と、はい、現在申し上げていいのかも分かりませんが、さあそして今大湯都市の後ろに近づいてきたのは福住です。さあ2番手3番手の争いも紛糾を告げるか。さあそして1台ピットに入ってきたのは36番の中島。オープニングラップで中島混乱に巻き込まれてしまいましたけれども、現在13番手を走っていましたが、ここでピット、このタイミングのピットっていうのもちょっと難しいなんでしょうね。普通にタイヤ交換っていうのもちょっと考えにくいですが、トラブルがあるのかも分かりません。さあそして今画面で捉えているヘアピン、坂口瀬名と後ろからは山下健太。いやーそれにしてもおっとタイヤ交換をしてスリックタイヤに履き替えました中島和樹はピットを離れます。いやそれにしてもちょっと信じられないのは、もう去年も少しその兆候はあったかもしれませんが、石浦さん、はい、近藤レーシングがここまで苦戦をしているっていうのは、いや少し意外な感じがしますね。そうですね、山下選手もまあ苦しいテストから具体的に苦しいとは言ってましたけれども、開幕すればやっぱなんだかんだ前に来るかなと思ったんですけども、ね、苦戦してますね。特にもう昨日は本当にパドックで見せたことないぐらいのこうイラつき感というか、すごく、まあ、もう怒ってもなんかこう爆発したいんだけどそれをこらえてるみたいなね、そんなイラつきを、まあ、見せていた山下選手なんですが、さあその山下スタートでうまく順位を上げまして、現在はトップ10というところまで来ているんですが、後半、まあ、でもレースは上手いドライバーですからね、何かこう混乱があればスルスルっと前に行くような力は持っていると思います。なんかペースは悪くなさそうですね、はい、決勝のこの今状況ではレースラップは悪くはない感じがしますね。現在周回数は20周を経過、21周目に入っています。そろそろ折り返しのタイミングということになります。さあ先頭は野尻、ベストラップは17周目に1分23秒948をマークしている。そして今は24秒台をきれいに並べてきています。その野尻が先頭、そして2番手の大湯は3秒7までその差がギャップが広がってきました。逆に大湯は後ろから福住二玲の接近を許して、さらにその後ろ4番手には笹原右京の後ろに、平川亮、カーエネクスティームインパル、インパル電機のブラック&ゴールドのマシンが来ています。さあ今日は星野和義さんにもお話をちょっとさっき聞いたときには、懐かしいカラーリングですねって言ったらもうハハハって笑ってましたね。まあ星野さんが現役で走られた頃のね、このブラック&ゴールドのマシンはね、かっこよかったですからね、 JPS の。さあ大湯の横から並ぶか、 TGR コーナー1コーナーもう一気に勝負に行きましたか、一気に勝負に行った、並んだ並んだ、そして福住が前に出るか、縁石をまたいでちょっと加速が鈍りそうななるところをうまくまとめてきました。そしてコカ・コーラコーナーインサイドは飛び込めない。いや大湯選手がオーバーテイクのボタンを1コーナー立ち上がりで切っちゃったんですよね。あれを A コーナーまで押しっぱなしでいけば前に出れたかもしれないですね、はい、あれちょっと僕はステアリングがわからないんですが、石浦さん、はい、このボタンっていうのはこれワンクリック でオンがつくんですけど、はいはい、もう一度押すと切れるんですね。じゃあずっと押しっぱなしっていうような作業はしなくていいわけですね、はい、富士のオーバーテイク の最近の定番は、まあ、1コーナーを並走して立ち上がって、はい、A コーナーで前に出るっていうのが、定番なんですけども、先に切っちゃったのでこういう選手の方が長く使えましたね、はい、コカ・コーラまでずっと使ってましたね。あれでも今、このオーバーテイクシステムなんですが、かなりやっぱりパワーアップ感っていうのは感じるんですか。かなりおそらく皆さんが想像するよりも大きな効果があります。思わず声を出しちゃうようなぐらい、はい、ちょっとびっくりしちゃうぐらい加速します。あ、そうなんだ、そんなにパワーが違うんですね、はい、まあ、それだとやっぱり先に離した方はやっぱり一気にパワーダウンするわけですから。そうですね、はい、今朝坂口瀬那選手はすごい効くんですね、ちょっとびっくりしましたって言ってましたちょっとルーキーらしい可愛らしい発言ですね。それね、はい、なるほど、ういういしい感じがしましたが、まあ、それぐらい本当にパワーアップするオーバーテイクシステムで今お話興味深いです。さあそしてまたオーバーテイクシステムを使っているドライバーは国本の後ろ、その坂口、今これですよ、これこれみたいなパワーアップを今味わいながらだと思いますが、坂口離しましたね。追いつけないと判断して坂口はそうですね、オーバーテイクシステム1コーナー手前で離しています。さあ本当にこの今はオーバーテイクシステムのこの使い方、これも非常に戦略の一つとしては重要になってきますよね。ドライバー目線から見ると前の車のテールライトも、はい、ピカピカ光るんですね、使ってる間、はい、そうするともし使ったのを目撃した場合、
次の周相手は押せなくなるので、あ、相手に先に使わせてしまうっていう作戦がかなり有効なんですよ。なるほど。なので最終コーナー立ち上がってぴったり前の車に着いた時に、はい、あえて自分は使わないっていう作戦があるんですね。そうすると敵だけ使って、はい、次の周は今度逆に自分だけ使えますから。なるほど。簡単に前に出れると。さあ、そしてオーバーテイクシステムを今起動させている。さあ、福住リレー3番手が2番手の大湯俊樹に対してスリップストリームからオーバーテイクシステム、そして大湯もオーバーテイクシステムを使った。今そのちょうどリアライトがですね、点滅をしているので、このまま離さずいけるか、このまま離さずいけるか。さあ、また早めに離すといけないぞ。わあ、これはいったか、これはいったか。今回は出ましたね。今回使ってますね。はい、今回はちゃんと使っている。無線が飛んだかもしれませんね。何先に話してんだっていう付箋が入っているかも分かりませんが、さあ、福住2レーが2番手に上がりまして、3番手に大湯下がります。さあ、ここはうまくいきました。そして山下健太が前に出ましたね。坂口瀬名を捉えました。39号車9番手の坂口瀬名を捉えまして、山健9番手に浮上です。山下健太が9番手に上がりました。周回数24周目。さあ、そしてちょっとコースサイドのカメラにポツポツとちょっとカメラのレンズに雨が、まあ、当たっているのは確認ができますが、まだ路面を濡らすほどにはなっていません。まだ周回数残りから考えると半分近くあります。まだ今遠くの山々がまだ見えているっていうところを見れば、なんとか大丈夫そうかなって感じですよね。そうですね。なんか強く降ってくるような雰囲気ではないですよね。はい。ただもう完全に放送席からは今富士山はもうすっかり見えなくなりまして、まあ、近づいてきているのは間違いないなというところではあります。さあ、そしてこの後レース後半、野尻があとはどういうタイミングでピットに入るのか。これウェット宣言が出ればもうその最後の数周、例えばウェットタイヤを履いてしまえば、あっと、またやり合っているのは、これは今度は大湯と、そして笹原右京か。大湯と笹原右京だ。SRSF でここはお互いにしのぎを削った中でもありますが、笹原が前、大湯が 2ラップ連続で2ポジションダウンです。ちょっと大湯選手勢いがなくなってきましたね。そうですね。ちょっとタイヤが苦しそうなので、そろそろピット入った方がいいかもしれないですね。さあ、そして石浦選手、坂口選手がピットに入りましたね。そしてタチアナ・カルデロン選手もピットに入りました。まあ、レース折り返しを少し過ぎてここでピットに入ってきています。さあ、今坂口選手、メカニックの皆さんもここまでシーズンオフしっかりトレーニングしてきた、ちょっとインパクトが抜けづらかったところはありましたが、坂口初めてのレース中のピットストップ、7秒9のタイムはいかがですか。7秒台であれば OK です。 OK です、はい、チームアドバイザーから OK いただきました。坂口瀬名選手、はい、あのうちのチームですね、ちょっとメカニックさんの一人が体調不良で、本来のメンバーじゃなかったんですけども、ちょっと待ってくださいよ。1コーナー TGR コーナーでスモークが上がりました。坂口オーバーランしてますね。はい、ゴールドタイヤでやっぱりちょっと止まりきれなかったか。そこを横から今度は山本直樹が捉えていきましたが、山本直樹は前に行きました。坂口瀬名を捉えて山本直樹が前に行っています。まあ、これはルーキーの選定ですね。そうですね。そして山本選手が前に出たということは、あのピットで失敗はあったもののアンダーカットは成功してますね。ということですよね、はい、坂口瀬名よりも前に行っているということはそういうことになります。さあ、そしてその結果を踏まえてでした、まあ、あとはタイムもちょっと落ちていたんですが、大井俊樹がこのタイミング入ってきました。ピットこれタイヤのグリップダウンからするとちょっと上位の例えば、まあ、野尻、それから福住、笹原に比べるとそのいわゆるデグラデーションが早かったですか。ちょっと早かったですね。そのタイヤの性能が徐々に落ちていく、デグラデーションがやや他よりも早かった大湯俊樹。さあ、ここからどこまでまた挽回できるかどうか。最初の TGR コーナー1コーナーは慎重に行きたいところ。いやー、止まりきれない、止まりきれない。やっぱり冷えたタイヤはこれですか。そうなんですよね。あの実は昨日よりもちょっと温度低いので、はい、あの予想以上にタイヤのウォームアップ苦労してるみたいですね。去年は最終戦12月の時にはあのタイヤウォーマーが使えたので、はい、あそこがああいうことにあんまりならなかったんですよね。そうなんですよね。で今全車使ってるのはソフトタイヤともともと呼ばれているモデルのタイヤなんですけども、はい、アウトラップから半周程度は熱が入るまでちょっとグリップ作るのが時間かかるんですよ。なので1コーナーがすごく難しい。そうなんですね。さあ、先頭の野尻は快調に飛ばしていく。2番手の福住に対しては4秒9の差、そして3番手笹原右京までは6秒2の差でキープをしている野尻。ここまでは、
まあ、パーフェクトの走りと言っていいぐらいドジリです。さあそしてカーナンバー3番山下健太がピットに入ってきました。シングルを走っています。一桁の順位で戻ってきました山下健太。いや18番手から一桁順位で戻ってきたんですが、大したもんですよね。すごいですよね、はい。さあその山下、たとえ調子が悪くてもイラついていても腐らず、こうやって順位を上げてくるところ、ここがやっぱりプロのドライバーです。さあ近藤レーシングもうまくピットストップ8秒5で終えました。まずまずのタイムで送り出します。さあそして今大湯俊樹がコントローラインを通過をしている。さらに後ろから来ているのは、これはレッドブルのカラーリングだと周回遅れになる大津だと思われます。大津はもう1回ピットに入ってタイヤ交換をしなければいけないということにもなります。カウントはされていません。そしてさらにその後ろから山本直樹来てますね。これあの山下選手の前に出れるかもしれないですね。はい、そうですね、山下選手の前に出れそうですね。まだ冷えているタイヤで半周、あー前に出ました。半周は我慢しなきゃいけない山下健太。そして山本直樹はもう完全にゾーンに入ってきたんですね。これあのピットの失敗を取り返すどころか、もうポイント取れそうな感じじゃないですか。本当ですね。まあ、お互いに後方からのスタートということでね、実力のある選手が後方からのスタートを強いられたわけなんですが、着実に順位を上げてきている。まあでもやっぱりチャンピオン取るっていうことはやっぱりもちろんあの石浦さんも2回チャンピオン取ってますけども、最後まで諦めないってことですか。そうですね、あの苦しい時でも1点2点でも取るっていうのがあの大事ですよね。はい。さあカーナンバー18番 KCMG の国本裕二がピットに入ってきました。 KCMG のピットも素早く作業をする。これはいいピットストップだ。作業でしたね、はい。まあ、過去あのカムイ選手で何度もこう悔しい思いをピットしてますから、しっかり練習をしてきた感じ。さあそしてこのリプレイは山下健太選手のアウトラップ。あやはり1コーナー止まれない車両の方が多いぐらいですね。そうですね、あのピット出るときにリアタイヤはホイールスピンすごくするので熱が入ってるんですけど、はい、フロントタイヤはどうやっても熱が入らないので。そうですか、はい。まあ、当然ね、荷重もまだまだかからない状況ですからね、冷えたまんま。さあそのピットアウトのタイミングというのが一つね、心配なところではありますけれども、まだまだ上位陣はピットに入っていないドライバーが多いです。さあそしてまたピットに入ってきたのはドコモのカーナンバー5番、3番手の福住がピットに入ってきました。上位の中では最初に動きましたね。あいや、大湯が先に入ってますから、大湯のこれアンダーカットを警戒してということですか。さあどうか、カーナンバー5番福住リレー、ドコモティームダンデライアンのピットストップ。今ジャッキが下ろされた。ちょっと時間がかかっているか。いや7秒7、これはまずまず。さあ大湯の前に出ないとまたアンダーカットされてしまうことになります。出られそうですかね。出ますが、まだ冷えた状態。そうですね、この週の終わりぐらいでどういう位置かっていうことですね。はい。さあ止まれるか。まずは1コーナー、ちょっと今スモークが上がりましたが、一回試し踏みした感じですよ ね。あの辺ちょっとベテラン感がありますね。そうですね、はい。まあ、海外ではピレリタイヤでいろいろ苦労した、まあ、そんな経験も持ち合わせている福住リレーですが、日本のスーパーフォーミュラのゴールドタイヤもだいぶベテラン並みに慣れてきたようです。さあ大湯が後ろから追っていく。この間に間合いを詰めておきたい。さあそして今大島和也ルーキーレーシング、横から並んでいって前に出るのは39号車坂口瀬奈です。さあここまでの走りなんですけれども、坂口まずまずとりあえず結構いいバトルもしてますし、なかなかいいルーキーとは思えないような運びじゃないですか。そうですね。そして、まあ、大島選手作戦成功してるんですけど、タイヤがだいぶ周回立ってるので。さあそして大島和也選手が今山下健太選手を捉えていくところですね。いやしかし山健が今度は負けじと。ここは GT のチームメートですからね。そうなんですよね、はい。あの昨日山下健太選手が下で僕とお話をしているときに、2階から一昨日ですかね、大島選手がお前には絶対負けねえってね、大声で山健に挑戦状を叩きつけてるというシーンがありましたけど、面白かったです。さあ6号車笹原右京がピットを離れていきます。ちょっと時間かかってましたね、はい。これは少し作業に手間取ってしまったようです。笹原右京、すごくハイペースで飛ばしていますので、はい。大湯選手との位置関係も注目ですね。先ほどはファッセストラップを塗り替えたんですね、大湯選手。さあその大湯、
さあそしてここでおっとウェット宣言が出ます。どうやらウェット宣言が出ます。残り周回数があと12周というところで、さあ石浦さんウェット宣言が出ました。結構メインストレートも降ってきましたね。いやメインストレート雨が落ちてきたようです。なんとレース終盤ここまでスリックタイヤでタイヤ交換をしたチームというのはちょっと裏目になる可能性も出てきました。まあ、あの小雨程度でずっと持ってくれるならばドライのまま行きたいところですよね。残り周回が10周ですよね。 今31周目なんで、そうですね11周ですね残り、はいはい、そうなると微妙なところですね。入ってしまっても40秒程度なくなってしまうので、はい、どっちが得かっていう計算になってきますね。これ今あの僕はチームの誰がどういう役割かって細かく知りませんけど、今誰がこれチームの中で計算をしたりとかそういう指示って誰がどうするんですか。これは今エンジニアとデータエンジニアと監督がもういろんなことを言い合ってる最中で、けんけんがくがく、はい、僕いなくてよかったですねそういう話ですか今じゃあ立川監督と、はい、それからあのエンジニアの、はい、お二方が、そうですね、はい、菅沼さんとそれから田中幸太郎さんと、はい、あといろいろその他皆さんがわーわー言い合ってるわけですね。言い合ってるんですけども、あの最終的な結論としてはもうピット入っちゃってるんで、ドライバーにあと頑張るしかないぞって言ってると思います。坪井選手はただまだピットを伸ばしているので、坪井選手はこのまま引き伸ばしてもいける感じもありますよね。坪井選手そっちにかけてるかもしれないですね、はいはい、さあ周回数は残り10周になりました。周回数残り10周31周をこれでクリアです。ダンロップコーナーのあたりはちょっとこう霧がかかってきたように見えてきましたので、かなりこれ路面が変化が先にまずは大きく出てくるかも分かりませんね。いやーこんなタイミングでとドライバーは嫌ですよね。そうですね、はい、あの天気予報見た段階で今年ドライバーじゃなくてよかったなと思いました。開幕戦まずはドライバーじゃなくてよかった、はい、さあそしてカーナンバー37番の宮田里友がここでピット。このタイミングで宮田里友ピットに入ってきますか。これまさかウェットタイヤ履きますか。いや履かないと思いますね。なのでですよね、はい、パラパラはしてるけど、最後までドライでいけると思ってると思います、はい、さあスリックタイヤをもう一回履きます。ちょっとタイヤの温めまでが心配ですが、温まればかなりフレッシュなタイヤですから、軽くなったガソリンでペースを上げられるっていうところもあるんですかね。そうですね、ここからこのタイミングで変えればおそらくかなり抜いていけるような状態だと思います、はい、さあその戦略が功を奏すか。カーナンバー37番宮田里友、そして後方からも続々とマシーンが来ています。そして今このランプを点滅させながら大湯俊樹が笹原右京の今横に並びかけようとしていますが、ここは笹原が守っているが、ねじ込んでくる大湯がねじ込んでくる。笹原のアウトサイドから飛び込んでいく。今笹原選手は押せない時間になってましたね。オーバーが、はい、そうですね、ここですよね。もうこれは本当にもうあーもうって感じですねドライバーからするとね。ただちょっと滑ってますね。やっぱ路面濡れてきてますね。そうですか。さあここで坪井選手入ってきましたよ。石浦さん、はいはい、坪井選手が入ってきました。これもドライタイヤに変えるので、まあ、ウェットタイヤ使うほどにはならないっていうことでしょうね。まあ、ある程度温まっているスリックタイヤであればそのまま走り切った方がロスタイムは少ないって感じですかね、はい、逆にパラパラしてるときにあんまりアウトランプを迎えてしまうとアウトランプすごく遅くなってしまうので、そっか、早めにこのタイミングでも変えといた方がっていうことかもしれないですね。まだドライ路面がいくらか期待できるうちに、はいそうですね、タイヤを温めてしまおうということなんですね、はい、さあ坪井翔上位3番手まで上がってきてのピットストップがありましたけれども、どこまで順位をですねキープできるかどうか。そして現在カーナンバー15番の大津が見えるんですが、大津にとりましてはもう1回ピットに入らなくてはいけないと。ウイング交換をしているタイミングではタイヤ交換のカウントにはなりません。いやでもちょっと左右にこう車を動かす仕草が増えてきているところを見ると、ちょっとやっぱりタイヤのグリップ、これ少し心配なところが出てきていますよね。そうですね、今アウトラップの車はすごくきつい状況だと思うので、はい、足で温めてますね。さあ今ご覧のように野尻、平川、そして今中山雄一がまだピットに入っていません。そして関口とそれから15号車の大津についてはもう1回ピットに入らなくてはいけないということになります。さあそして野尻は今先頭なんですけど、まあ、でもトップを走る方がこれ戦略としては
どうなんでしょう、石田さん、なかなか取りづらい。そうですね、本当に雨のリスクを考えると優勝をそれで逃すわけにはいかないので、はい、動くに動けない状況も考えられます。ただ昨年雨のレースって実は石田さんなかったんですよね。そうですね、だからウェットのタイヤを履いてレーシングスピードでレースをするっていうのは誰 もうまだこのメンバーの中ではみんなやってないんで、去年の1年、はい、みんな初めましてですもんね。そうですね、それで変えた組の、大井選手とトップの野尻選手が今50秒差なので、うん、そんなに慌てる必要がないっていうことも考えられますね。これ何秒差まで詰め寄られるともう入らなくてはいけないっていう感じなんですか。45秒切ると結構近い状況になってくるので、はい、今50秒あればセーフティーですね、はい、なるほど、はい、じゃあ45秒という数字にならないように今とにかく野尻としては、キープキープができるようにということですが、いや1コーナーの監視カメラのカメラもかなり今水滴がついてきている状況、まあ、風に乗って雨がこうね舞っているという感じにも見えますよね。ただラップタイムを見ると、はい、トップ2台が24秒台でいいペースで走ってますので、はい、まだそこまでタイムが落ちるほどは売れてないですね。でもこれ本当にこれも想像ですけれども最後の最後のラスト1周手前で、まあ、野尻選手がピットに入ってきてスリップタイヤを履いてアウトラップでチェッカーっていうのもありですか。っていうのもありですね。50秒差を持ってれば、はい、それが一番リスクが少ないかもしれないですね。まあ、先頭を走る、まあ、ドライバーとしてはそういうことも、ね、可能ですから、はい、平川選手はどちらへ動くか、平川はどうするか。今8秒差です、野尻と。ラップタイム的には野尻より若干遅れている感じ。平川選手を見てるでしょうし、はい、もう優勝を かけるにはその2人の対決で、今逆に大湯選手はちょっと離れていってるので、はい、直接対決ですね今。さあそして山本直樹を今オーバーテイクしようとしているのは6番の笹原右京。さあ先輩後輩のホンダのドライバーたちなんですが、ここは1号車の山本直樹がストレートスピードを生かして1コーナー閉じていく。そう簡単には今明け渡しません。ただここからはコーナーが連続するところではちょっと山本のレスダウンコースはきついぞ。いやしかし山本意地ですね。もうここはねタイヤ的には山本選手一番厳しい状況ですもんね、はい、ただこのまま行きますと山本はなんとかポイントは取れますから、ここはやっぱりポイントしっかり取っておきたいですよ ね。さあ選手権ポイントは10位までに与えられるということになります。山本後方のグリッドに沈んでしまいました。今回の開幕戦チーム移籍後なかなかこう苦しい週末が続いていたんですけれども、なんとかポイントを持ち帰りたいという思い。さあそして優勝も見えていた大湯俊樹なんですけれども、現在は大湯4番手、前の3台はトップ3、まだピットに入っていない。とにかくプッシュするしかありません。かなりメインストレートは霞んできています。ただラップタイムはそれほどまだ落ちていない、1分25秒台ぐらいですか。平川選手と大湯選手が、はい、かなり近い状態に今あるんだと思います。あピットを出た時にクロスするっていうところですか、はい、そうですね、今平川選手は大湯選手とのギャップを作りたいんですね。さあ大湯選手より前に出られれば表彰台ですもんね。間違いないね。まあ、今でも表彰台圏内ではありますか、このままいけば、はい、2位3位の争いが今見えないところでタイムバトルになってそういうことですね、はい、さあ残り時間、残り周回数からすると、あとですね5周というレースになってきました。41周の決勝レース。さあ今カーナンバー20番の平川の前にはタチアナ・カルデロン、タチアナ・カルデロンが走行中。現在タチアナは15番手。タチアナは今シーズン世界耐久選手権のエントリーも控えていますので、さあちょっとシーズン中盤がですねどういうレースになるかというところ。さあタチアナをトヨペット 100R のインサイドから捉えていきました。そしてチームインパル、もう1回ピットに入らなくてはいけなかった関口が現在ピット消化中。これでスリックタイヤに履き替えてそして出ていくということになると思います。さあ見えない直接サイドバイサイドというバトルではないところなんですが、これもまたスーパーフォーミュラのこの1回ピット義務のね難しいところ で、 そうです、ね、見えないドライバーと、まあ、このタイムを計算しながらですか戦っているというところです。そしてこのスーパーフォーミュラ前に車がいると、はい、まだ近く見えなくても乱気流の影響でタイムが落ちるので、ちょっと平川選手も今の試合タイムを落としているんですよね。
なのでかなり2番手と3番手が近い状況だと思いますが、いかに前にマシンがない状態で綺麗に空気をダウンホース、まあ、当てて得て、そしてタイムを上げるか。ほんのちょっと遠く離れているように見えても車が1台いるだけでなかなかタイムって上がらないものなんですね。レースもいよいよクライマックス。このまま野尻が突っ走ってやっぱり野尻だったのかというレースにしてしまうのか、それともザーッとまた大雨がこのコースをですね襲ってくるような時間帯が最後のチェッカー間際にあったりするんでしょうか。まあでもここまで頑張って走ってきたんですから、ここまで頑張っているドライバーたちはそのまますんなりフィニッシュさせてあげたい気持ちもあるんですが、まあ、見てる方としてはもう一波乱二波乱あった方が楽しいのかも分かりませんが、胃が痛いですねこれね。そうですね、今あの前車に5秒台落ちてきてるんですよね。はい、1台今スロー走行していたのは関口ですか。セクター3でスロー走行しているマシンがありました。さあ、あそしてそうですね19号車の関口がスロー走行しています。やっぱりちょっとタイヤ温めきれないですかね、かなり濡れてきているようです。あれ1台今スピンしてましたね。パナソニックコーナーの手前のところで1台スピンもしています。さあちょっと確認ができませんけれども、かなり路面濡れてきている、かなり路面濡れてきている。そして1台やはりクラッシュがあったか。あーセルモインキングの1台、なんとすごいです。石浦さん、はい、これはどう、これは多分立ち上がりでスピン巻いてスピンしたでしょうね。遠赤かもしれないですね。あGR スープラコーナーの立ち上がり、遠赤乗ってそこでバランス崩したか。さあここでカーナンバー20番、カーナンバー20番がピットに入ってくる、カーナンバー20番がピットに入ってくる。さあこれで平川が先に動いてタイヤ交換。もうちょっとこれ以上伸ばすとやっぱりタイヤを温めきれないという心配も出てきます。路面が濡れてきている。さあ平川インパルのピット、早い早い、7秒を読んだ。早いですね、早いですね。野尻選手はさっき入ろうとしたんですけど急遽やめたんですよね。やめましたか、はい、はい、やっぱりクラッシュした車の影響もちょっと考えたんですかね。あと本当にさあそして今4号車ですか、1台ピットに入ってきています。そうですね、中山雄一ですね、はい、まだ入ってなかったですね、はい、ピットに入ってきました。いよいよタイヤ交換はあと野尻智樹だけ、野尻智樹だけ。これ最後の最後にウェットタイヤに履き替えて出るなんていう、それもありですね。ウェット宣言されてますから、はい、今これ平川選手この状況でアウトラップかなり厳しいですね。ちょっと温まりが鈍いですよねこれね、はい、濡れてきているので、粘って粘ってタイヤ交換後ろに遅らせたんですが、さあ野尻が入ってきた。平川の、今動きを見てから野尻がピットに入りました。残り周回はこれで2周、残り周回は2周。さあタイヤはウェット宣言されてますが、スリックかそれともウェットか、用意されているのはスリックだ、用意されているのはスリック。さあそして今ちょっと時間がかかったようにも見えましたが、7秒3のピットストップで送り出しました。これも早い。野尻智樹はあとここでコールドラップ、コールドタイヤでのアウトラップ、そしてもう1周走ってのチェッカーということになります。これ大湯選手と、平川選手の位置、はい、注目ですね、はい、もう今平川選手は大湯選手にこれは捉えられていますかね。そうですね、はい、そしてあとは対野尻ということになります。大湯タイヤは十分温まっている大湯、そして濡れてきている路面でタイヤをどこまで温められるか野尻。いや野尻選手ももうこれアクセル、なんとまた1台13コーナーで車が止まっている。13コーナーで1台スピン、近藤レーシングのマシンですが再スタート、近藤レーシングのマシン再スタート。カーナンバー4番の中山ですか、いや3番の山下だ、3番の山下がスピンをしていました。今中山がその横を通過していきます。そして野尻はどうか、野尻はどうか。そしてタチアナカルデロンが今インサイドのこれはのどうだどうだ、3ワイドだ、3ワイド4ワイド、立ち上がりタチアナカルデロンと、そして中山雄一、さらには今宮田理智か、いやここは36号車の中島和樹、いや三つどもえ、そして4台が連なるようにメインストレート、タチアナ負けていない。中島和樹がここは前に出ています。濡れてきたところで中島が前に行くっていうのもまたこれはお父さん譲りか分かりませんね。さあそしてファイナルラップ目前になってきました。周回数は40周目、野尻の今場所はどこか。さ
さあ野尻アウトラップ終わって、そして今後ろから来ている大湯俊樹はどれぐらいの位置か。さあカーナンバー16番の野尻智樹がファイナルラップに入ります。40周終わって41周目、後ろにはすぐ後ろ来てますね。ただ3秒しかないです。その差は3秒863、その差は3秒863。大湯俊樹優勝まで2勝目まで3秒863。ただ野尻智樹もゆっくりではありましたけれども、タイヤはもうグリップが今来ているはずです。これは守りきれるかな。今セクター1だけで1秒違いますね。セクター1で1秒違う、また1秒縮まったということですね。はい、その差は3秒を切ってきた、その差は3秒を切ってきています。野尻智樹、さらに後ろから青い車が近づいてきている、姿が大きくなってきているか。ダンロップコーナーのブレーキング、大井もずっと最後まで200秒使い切るか。オーバーテイクシステムをもう最後まで使い切るか分かりませんね。大井にとりましては残しておいても仕方がありません。近づいてきている、13コーナーから GR スープラコーナー、大井近づいてきている。しかし野尻はトップは安泰か。走りに乱れはありません。最終パナソニックコーナーも丁寧に立ち上がってきた。勝負あったか。ポールポジションからスタート、一旦は2番手に下がりましたが、逆転でトップに浮上してからはまさに圧巻の走り。カーナンバー16番野尻智樹が開幕戦を制しました。医療従事者の皆様ありがとうございます。感謝の気持ちを込めたカラーリングで今シーズン初優勝。そして2番手は大井俊樹、3番手には福住二礼が入りまして、4番手届きませんでした表彰台、平川亮。いやー平川選手最後届きませんでしたね。そうですね、やっぱりパラパラしてるところのアウトラップ結構厳しそうでしたね。もうあと 1,2 周、まあ、たらればなんですけれども、早めにタイヤを温められればというところもあったかも分かりませんが、野尻選手の戦略は、まあ、はまりましたか見事に。そうですね、ただ一番レースの最後に一番難しい状況になったんですけど、野尻選手ちゃんとコース上に車とどめて、はい、うまくコントロールしてましたね。慌てるところは一切なかったですね、はい、非常に落ち着いていた野尻智樹選手、見事の今シーズン初優勝を飾っています。さあ続々とチェッカーを受けている各マシーンですが、山本直樹が最終的には6位フィニッシュ。あのピットでのロスを考えるとすごいですよね。下手したら表彰台行けたかもしれないですね。ですね、はい、さあ今シーズンある意味目立つカラーリングで、本人もって言ったらしいですけど、最初は胸にも大きく医療従事者の皆様ありがとうございますという文字が入っているこのカラーリング。田中宏和監督はこんな目立つカラーリングだから、たくさんテレビに映って医療従事者にこのメッセージを届けなければ、じゃあ前線ポールトゥウィンですねと言っていたんですが、昨日ポールを取って一つタスクは達成したんですが、今日成し遂げましたね。また野尻選手もう早速クリアしたんですね。早速クリアしましたね。いやでも今までの野尻選手ももちろんポールトゥウィンというのももちろんあるんですけれども、今回は本当にちょっと、まあ、スタートこそ大井選手に譲りましたけど、石浦さん、はい、また危なげなかったですね。ちょっと今週は走り出しから完全優勝という雰囲気でしたね。強さがすごい全面的に見えましたね、はい、そして2番手には大井俊樹選手、3番手には福住二礼選手ということで、まあ、この若手が2人続いているというところも非常にね、まあ、野尻選手、まあ、負けられないね、同じ、まあ、本田系、そして、まあ、後輩たちに負けてたまるかというところもあったとは思いますが、表彰台の顔ぶれは野尻、大湯、福住ということになりました。さあ石浦さん、はい、まあ、この後また優勝者インタビューが届けられると思いますけれども、まずちょっとご覧になって短めにちょっと感想を聞かせてください。そうですね、まあ、天候の影響で戦略がかなり絞られたものになったので、まあ、本当にペースがよく走れる車が上位に来たなという印象なんですけれども、まあ、なんか自分から見るとやってる時はすごい難しかったんですけど、はい、この立場からこうやって見てみると10周目に入る作戦もっといてもよかったんじゃないかなって、終わってみるとそれ正解だったんじゃないかなと
外から見ると思いますね。あ、はい、やっぱりこう今までの、ね、ドライバーズアイとそれから俯瞰で見るのとやっぱり見え方は全然違いましたか、はい、そうですね、はい、さあ皆さん大きな拍手をいただきましょう。ウィナーズサークルにやってまいりました。今シーズン初優勝野尻智紀選手おめでとうございます。大きな拍手をどうぞ。Just keep painting constellations.